金村二部が参戦。春日さんが転んだ。ルールは簡単。だるまさんが転んだの要領で先に春日にタッチできたチームの勝利。ただし行く手にはおなじみ足つぼマットや氷水エリア、さらにはここのピンクのゾーン、うん、これビリビリゾーンということで、はい、私がこれ電源を持ってるんですよ。あ、このゾーンに入ってきたら電気が流れるという、金村美久を押すしかないというとこうなるんです。すいません、ちょっと早い、分からないと、ここのゾーンだべ。押した、押したのか。どうした、どうした金村。もう一回閉めるんですか。すいません。それほどまでの難関を乗り越え春日にタッチできるのは一体誰。それでは準備よろしいでしょうか。はい、それでは参りましょう。ゲームスタート。春日さんが転んだ。動いてないね。動いた、いいね。あれあれ、一番後ろちょっと怪しくない？あ、後ろがあのパーフェクトヒューマンになってます。本当だ、あっちゃん、あっちゃん、ハトシが壊れましたよ。おい、どうした、どうした。でも動いてないです。大丈夫です。 OK ね。はい、春日さんが転んだ。動いてはないですけど、カトシが左足が入っちゃったんですよ。あ、氷水ゾーンか。でも動いてないね。あ、また折り出しがいた。またパーフェクトヒューマンがいました。これはもしかしたらあっちゃんかもしれないな。確認して、確認して。あ、後ろです。後ろくん、はい。なんか今年の抱負とかある？これはやりたいなみたいな聞きたいのよ、今年の抱負を。やりたいこと、うん、魔法を使えるようになる。魔法学校入りたいですね。25歳でね、うん、オードリーの妨害にも負けずトップをひた走る加藤だが、ちょっと、あ、カメラはまだ入ってる。あ、いいね、いいね、ちょっと賢いね。だからタイミングを読んだ。そうだね、賢いね。そしてついに春日さんが取れた。難関だった氷水エリアを加藤と二部が突破、電流エリアへ。春日さんが取れた。二部だ。ボーデの10階だよ。目の前が綺麗にパカーンって開いたよ今。やっぱビリビリと、やばい、二部とじゃあカトシアウトで戻んなきゃいけない。そうだね。いや、せっかくビリビリとまで来たのに。1位2位が脱落し、一気に混戦模様とかしたこの勝負。現在トップは氷水エリアに突入した金村。その背後に牛尾が迫る。ちょっといいですか、一回、はいはい、イントネーションおかしくないですか。何がいい、なんか春日さんがって言ってるんですよ。もう発動した。ちょいちょい、今の違う、今の違う。今の若林さんのやつだから。二部ごめん、俺今喋ってたのよ。そうそう、会話、会話方のイントネーションのことで、うん、ごめんごめん、まだスタートしてないから。ダダダダダーってきたから何かなと思ったら反応しちゃって。いや、イントネーションおかしくないよ。春日さんがみたいな言い方してない。春日さんが転んだだよ、うん、春日さんがだよ。いや、だるまさんに合わせてる。だるまさんって言わないと。あ、そうだ、だるまさんに合わせてるのか。そうか。どうした、どうした。遅いです。ごめんね、すいません。すまん、ちょっと今揉めちゃって、ごめんね。春日さんが転んだ。うわ、一気にカトシが来たね。来たね、カトシ。
なんとここに来て再び加藤とニブもカムバック。果たしてこの混戦を制するのは春日さんだ。全員動いちゃった。